はい、皆さんこんにちは。モンストのお時間です。今日はですね、はい、ちょっとあのお話ベースのモンスト動画です。お話ベース、お話ベース、トーク、今週のあれに向けて、そう、今週のですね、金曜日、今週の金曜日、20時からかな、はい、20時からですね、アップバンクストア新宿で、あのモンストの降臨のニコ生がございます。あ、よし、なんすか、なんすか、なんかスペシウムコースなんで。はい、で、全くですね、どんなやつが来るのかとか今回は分かんないんですよ。なんか黒いシルエットになっちゃってて、はてなはてなはてな、はい、なので、属性とかもですね、何もよう分かんないんですけども、まあ、いつもみたいに想像して、ね、そうそうそう、ちょっと勝手に想像してパーティーを決めてみようかなとか思います。属性の候補は、候補はですね、あの公式ページとかアップバンクのそのニコ生の告知ページを見るとですね、背景がすごいメラメラしてるんですよ。火、うんうん、っぽいっすよね。火っぽいんですよ、うん、なので、まあ、水をメインで決めていくのかなっていう。闇じゃなくて、闇とか光でもいいですよね。いいと思います、うん、はい、まあ、なんだ、あのただお話しするもあれなので、ちょっとタスでも集めながらいきませんか、皆様戦力を加えながら、はい、はい、今日はね、動画撮ってる日は冷凍戦線ですね、アスピタスの日ですね。これ行きましょうか。これじゃダメだな、パーティー変えます。今チラ見えですごいパワー出すとスピタス X めっちゃいますよ。これ全部あの 5.78 わ、全部ね 5.78 です。あ、1体だけ強い、はよせめっちゃいる。火か水、あ、火か闇、火だから水か、敵が、あ、敵が闇かも、なんで闇なんですか。え、色闇っぽくない、え、色は黒でしたよ、シルエット。なるほど、シルエット黒で後ろはメラメラ燃えてる炎。私もうすごい開始早々に言っていいですか。はい、私ロールエライですか。ああ、なるほど、でもありですよね。そのなんだ、多分あれでしょ、極みと究極ですよね、うん、だから極みでちょっと様子見るっていうのはありなんじゃないですか。アシストさんかな。ああ、なるほど。何気にフォーミングしてんの。全員フォーミング、そうですね、僕全員フォーミングできた。僕もあのなんだ、水属性結構育ってて、いや水は結構みんな持ってます。あ、そうかそうか、だってナナミとかもいますもんね。ナナミ全員いますよ、ここ。あ、でも僕ナナミ何も育ててないよ、1だよ、極まってる、ナナミ極まってる、すげえ。で、ナナミもいますし、あと僕それ以外だとね、今使ってるティーガーもいますし、あとバタフライもいるし、あと起きた装置もいますね。おー、充実する。うん、まあ、ただあれですね、あの雑魚敵、ボスに行くまでの雑魚敵とかが反対属性だとね、きついかもしれないですけど、どうなんでしょうね。本当？じゃあもう最強じゃないですか、うん、水結構、火だとしたらね、最強、火だとしたら僕たち結構強くないですか、うん、もしかして余裕余裕かは分かんないですけど、最近の究極難しいですか。そうですよ、村さん言っても僕たちあのね、あ、2連敗中、2連敗中ですよ、確か公式ニコ生は、はい、そんな勝ててないですよ。なるほど、はい、ね、で、なんだ、勝手に今火の流れで喋ってますこれ。違ったらどうすんの、これ。闇だったら私またアーサー一番苦しいのは、火属性のモンスターが一番少ないじゃないですか。あ、僕も少ない。緑、吉野くん結構苦労しました。下下下下下、吉野くんつらかった、つらかったね。いいとこないの、我々いいとこないのはい、なかったです、確かに。今ここにね、吉野くんが2人おりますけど、うん、すごい数のフォーミングが飛んでるよねバシバシ飛んでます
そうか、火じゃなかったらなきついな。そうするとちょっと怖くてさ、なんだ、闇とか光で様子見とかしかしちゃいそうですよね。ハレックス使っていいんですか。ハレックスはもうどんどん皆さんお使いください。あやべべべべあやべべべあやべべ。そうか、まあ相手が火だったらもうほぼ確定ですね。そうです、火に確定。どう違った時どうしましょう。そしたら多分僕ゼウスとかになるんでしょうね。あーで、マミルトンとタマスク動かす。あ、それでもいいですよ。前回ほら、ね、そうしましょうよ。私じゃモンタナでモンタナを使って。あーなるほど、まあ、モンタナ一回も使ったことない。あ、フレンドであるか。結構それ鉄板パーティーじゃん。お、落ちた。これ嬉しいですね。まあそうですね、ゼウスとかいるとどんな時でも対応できますからね。ゼウスはいいよ。私フレンドでゼウスは結構使ってるよ。使ってますよ、うん。だって私ほら自分のパーティー基本メンバーとしてアーサーとか入ってるから。うん、なるほど。爆発はね他社に頼みたいんですよ。なるほど、他社に。あと貫通ですしね。今日出た貫通爆発ならギルロッテさん。あーそうですね、火力出すね。やられる前にやる。皆さん使うの早い。バーン。早い。惜しみない。まあ多分それでも大丈夫ですけどね。あ、やべ。おーい。スローと思ったんですけど、スれなかった。スロー。マッチショット。マッチショット的なやつ。シールドね、上とかすごい狙いやすいじゃないですか。おー。あっちゅうま。あっちゅうま。スピードクリアしたいな。どこまで話してましたっけ。高橋くんがゼウスだったら、マミルトンがモンタナで端末を交換してプレイした方がお互いのプレイスタイル的に幸せではないかな。幸せですね。僕は別にどっちでもいいんですよ。貫通が面白くないっていうのと。ああ、そう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 。ただそのね、そのなんだ、指摘を受け、指摘っていうか結構ね、僕貫通はそんな上手くないなって言われるので練習したんですけども、まだ微妙ですね。まだよく分かってない。ちょっとマミルトンが楽なんだったらいいんじゃない。うん、いいと思います。ゼウスさん使わせていただいたらダメージボールも禁止です。怖くない、もう何も怖くない。何も怖くない。死ぬフラグですけどね。そうですね。そうだね。私の超火力をくらえ。本当にアーサー強いよ。豪華ですよね、すごい。雑魚いっぱい残してる。あ、だだだ。あっという間です。あっという間です。お片付けない。そうか。そしたら、あれか。相手が火じゃなくても、結構対応できるんだな。なるほど。対応力高い。うん、高いですね。じゃあ、あとはもうね。ちゃんとプレイするとか。そういうこと。判断を見せない。そう。迷いますからね、15秒という短い時間。これ迷うんですよ、結構皆さん、ね、しかも前にいっぱいカメラあるし結構緊張しますよ、ね、後ろにはテルーマンさんいますし。テルーマンいるぞ。テルーマンしてるぞ。結構ね、マミルトンに対して辛辣な一言を。でも当たったと。あ、そう、最後あの時そう。結構辛辣な一言ね、ドーンなんか怪しいな。まあ言った後テルーマンも反省してましたけど、まあやばいと思ったんでしょうね。はい、打ちます。ね、結構控え室というか裏でね。ちょっと行っちゃったって思ったんでしょうね。そうか、じゃあなんかもういけそうだな。私の超火力くんちゃスピクリできんのか。できそうですね。頑張ろう。あと2。しかも結構多数落ちてる。あ、それちょっと使わんの。あ、じゃあいきます。私の超火力を食らえー。へえ、今すごいところで多数落ちる、落ちる。結構落ちてるぞ。今んとこ9個落ちてる。多数だらけ。これでマルチでやったので、え、私11個落ちてる。え、一番落ちてる。すげえ。なぜ僕が一番落ちてないのだ。さらに2個。何これ、ダメじゃないですか全然。文句言うなよ。
ちょっと僕はまだね、ラスカル並みのラックですからいいんですけど、うん、3列村井さんと全然スルーする。3列ほんとだ、初めて見た3列。私も初めて3列行った。なんで僕だけ3列行っていないのか。なぜ僕だけ行っていないのか。そんな見せなくていいですね。はいはい、解散です。解散解散。冷凍戦線です。はい、というわけで、一周回りましたけども、相手が火の場合だったらもう完璧、水いっぱい取り揃えております、うんね、水だけでも3パーティーぐらい組めそうです。組める組める。で、もし七海祭りとかできるよ。だから僕育ててないんです。ああ、レベル1ですよ。で、火じゃなくてもゼウス・アーサーとかモンタナとかもいる、うん、サナパッチョさんその時はなんだ、敵だ、ギムレット。あ、そうか、ギムレット、ギムレットもいるし、あの人も結構育ててますからね、うん、この前のサナパッチョの説教部屋の時聞いたら、めちゃ普通にギム兄はタスカンさせてとか言ってなんかすごい簡単に言ってましたよ。はい、大変なことやで。サナパッチョさんタスカンしたギム兄よく使ってます。そうですね。そうか、そう考えるとなんかいけそうな気がしてきましたね。大丈夫だよ。大丈夫だと思いますよ。自分たちの力を信じよう。信じましょうね。あとはなんか変なギミックが出てこないことを祈るのみじゃないですか。あー、そうだね、新ギミックだな。なんか変なの出てくるんじゃないですか。だって初めてあの徳川慶喜の時かなり混乱しましたからね、我々。なんだこのゾンビ。なんだこのゾンビ。ゾンビがゾンビを復活させちゃダメだろう。なんかそういう、あの時がゾンビ初か、ゾンビ、あれなんですよ、その徳川慶喜のボス自体が攻撃してこないで復活させる役目みたいな変則的な感じだったんです。まあね、そんな感じかな。結構対応力ありますよ我々。全然あるよ。こんな緑じゃなかった場合のみ。全然いけますよ。緑はちょっと辛いですね。かかってこいや。かかってこいです。改めて日程ですか。改めて日程ですね。今週金曜だから何日だ。7月18日金曜日のですね、20時からニコ生自体は行われます。もちろんあのニコ生放送してですね、あのアップバンクストア新宿でも、あと観覧できます。公開収録です。公開収録ですね。整理券の配布とか、はい、あとは写真撮影会とか、あ、サイン会もあるんですけれども、そうだ、詳細に関しては概要欄のリンクで、そうですね、そちらから記事からご確認ください。そうか、写真撮影とかもあるんですね。マミルトンと写真撮れますよ。あと今回からあのメンバーがね、マミル、サナパッチョさんと、あとあのパナエさん、パナエさんとマミルトン、うん、ですよね。いいじゃないですか。写真はまあ写真で、その後あのサナパッチョさんと、あとはスパナエさんのサイン会もあります。モンストケースに、あ、モンストケースにのみ、のみ、のみ、のみ試されている。あのなんかこうやって服めくってそこにとかダメですか。下着にとかよく絵画やるじゃないですか。今私たちは試されている。そうなんですね。モンストケースを買ってください。はい、お願いいたします。はい、というわけで金曜日のニコ生に向けた作戦会議でございました。はい、皆さんもですね、いろいろ推理して楽しんでみてください。はい、それではさよなら。ご視聴ありがとうございました。マックス村井でございます。YouTube で見ている方は動画の下の赤い登録ボタンからチャンネル登録を。ニコニコで見ている方はマックス村井チャンネルトップページからお気に入り登録をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また、動画の説明欄に私や真央ちゃん、マミルトンや高橋くんのツイッターアカウントとかもまとまっております。ぜひともフォローのほどよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。